チェコ出身のバイオリニストで教育者。1869年から没年まで46年に、渡って、モスクワ音楽院で活動したため、ロシア名のイワン・ボイチェホビチグルジマリーとしても知られる。また、日本語の出版物には、ハーチェクを略して、フリマリーの名が使われることがある。ピルゼン出身。父・ボイチェフはオルガニストで作曲家であり、著名な、 セコ人音楽家の家系の手であった。アニボイチェフ二世とモーリツ・ミルドネルの指導を受ける。1855年から1861年までプラハ音楽院でバイオリンを学び、1862年から1868年までアムステルダム管弦楽団のコンサートマスターに就任した。1869年にフェルディナント・ラウプの後任として、 モスクワ音楽院バイオリン科の教授に任命される。1874年から1906年まで、モスクワで、ロシア音楽科学オーケストラのコンサートマスターを、受け持った。ピョートル・チャイコフスキーの地遇を得て、高い評価を受けている。チャイコフスキーの弦楽四重奏曲、第2番と第3番の初演に参加したほか、百八十二年三月には、ピアノ三重奏曲、 偉大な芸術家の思い出に、の非公開初演にも出演した。おそらくは、同年10月の公開初演にも出演したであろうが、確証はない。老館を用いた、早々期の録音技術によって、作曲者である、アレンスキー自身のピアノとアナトリー・ブランデコーフの、チェロと共に、ピアノ30奏曲第1番の演奏を残している。これは作曲直後の演奏であり、 ほぼ間違いなく同作の最初の録音である。卓越した教師として定評があり、門下よりレーン・ゴリト・グリエールや、パウル・ユオン、アルカディ・ドゥベンスキー、ピョートル・ストリャルスキー、ニコライ・ロスラベツ、コンスタンチン・サラジェフ、アレクサンドル・ペチュニコフ、ミハイル・プレス、アレクサンドル・シムレルラを輩出した。ジャン・シベリウスの最初のバイオリン教師であったミトロファン、ワシリーイエフもおそらく、 フジマリーの門弟であろう。数々の技巧的な練習曲や研究所を残しており、そのいくつかは、ヤッシャハイフェッツに徴用された。モスクワにて高い。ありがとうございます。